ロバート・テイラー、流血の谷とは1950年に公開されたアメリカ合衆国の映画。監督はアンソニー・イマン、主演はロバート・テイラー。南北戦争で名誉勲章を受けたインディアン青年が故郷に帰ると、そこにはインディアンへの偏見と理不尽な法律が待ち受けていた。社会的テーマに真正面から向かい合った移植性武劇。 諸将二族の若者ランスプールは南北戦争で輝かしい勲行を建てた後生まれ故郷のワイオミング州メディスンボウに戻ってくる。しかし歓迎されるどころか白人から理不尽な差別を受ける。さらに法律はランスの父親の所有していた広大な土地まで奪ってしまう。ランスは弁護士のオリーマスターズに頼んで土地を取り戻そうとする。しかしオリーも若くて 女性というだけで差別される。立ち退きを迫る、弁護士クーランと白人牧畜業者相手に、ランスはついに戦うことを決意するが、MGM によると、アメリカ合衆国とカナダで134万9000ドル、それ以外で74万7000ドルの興行収入が出たため、差し引き2万5000ドルの収益になったボズレー・クラウザーはこの映画のことを、とてつもないアクション映画と呼んだ。 流血の谷は、ちょっと前に公開された20世紀フォックスの折れた矢と似た自虐的な西部劇だ。インディアムを演じたことで、観客はロバート・テイラーに不快感を持つかもしれないが、利権であることは疑いない。全く、ステレオタイプにはまらない唯一無二の役だ。他の演技者も、西部劇映画お決まりの役ではあるが素晴らしい演技を見せてくれている。ありがとうございます。